はい、全国1億2000万人予定のメカ部員の皆さん、ごきげんよう。ごきげんようにゃ。今回は小ネタがいっぱいにゃ。忙しいのでザクザク行くわよ。メカ部チャンネル乗って操縦イングラム実機製作プロジェクト開発中の動画とパーツ写真公開。ロボスタさんの記事と公式の動画からよ。登場して操縦できるイングラムの実機製作に取り組んでいるムーブロット株式会社はプロジェクト8ヶ月時点の開発状況を公開した。また夏のお披露目に向けて順調に開発が進んでいること、このプロジェクトの背景となるストーリーも初めて公開した。なおお披露目会は9月中旬の実施を予定。これプロジェクト開始時も話題にしたと思うのだけど、あれからもう8ヶ月も経ったのか。ストーリーとかはさておいて、さておくのか。公式の動画は CG のモーショントレスしてるものが現状最新ね。この写真はミニチュア模型よね。スケール感見るとそうよね。あとは作りかけパーツね。 FRP かスタイロフォームか全然わからぬ。こういうのはテンション上がるわよね。パトレイバーのデザインって漫画版とアニメ版いくつか実写版でデザインが違うけど、これはアニメ版に寄せてるけど肩アーマーが切り上がっていてオリジナルデザインっぽいわね。あ、ママじゃないのね。個人的にはパトレイバーのデザインはめちゃぶつくさいたいところがあるのよ。はいはい。伊豆口豊のケレン味が炸裂していて素晴らしいと思うのよ。そしてそれを押井守が気に入ってないとか、じゃあどんなのがいいのかなと思ったら SF 的なイラストのとか実写版が出てきたので、ええ、そっちなのみたいな話もあって、どのデザインも好きなのだけど思うところはいろいろあるのよ。ああ、なんかもう混沌としているのにゃ。ということでそのうち動画作りましょう。お手柔らかにね。秘宝 PC が限界です。この前修理というか代替品になって以降壊れてないわよ。私のやつが。ああ、部長のノート PC は動画編集できるかできないかギリギリの古い PC よね。父のお下がりだからね。基本的にウェブサーフィンとテキスト値ができれば動画の台本が作れるので今までなんとか使えていたのだけど、だけどこの前の Windows アップデートで次のアップデートには耐えないからな、違約ってメッセージが出たのよ。そんなメッセージが。一応アップデートはもう無理でもウイルスパッチだけで年内はギリギリ戦えるらしいけど。困ったわね。ちょっと PC いろいろ見てきたけど高いわ。お金はないわ。高いでしょうね。お高めプラモで躊躇してるところに10倍以上。でも急いで買わないと絶対円安進行でもっと高くなるのよ。地獄かな。青木流星 SPT レイズナー31話仕組まれた聖戦感想。ちなみにレイズナーはテレビ放送は38話で終了。あとたった7話。今回はクスコの聖女を人質に地球の兵器とグラドスの兵器で一騎打ちだというフレをルカインが出す話よ。ルカイン、本当世紀末モヒカンか一級さんの将軍様みたいな男ね。グラドスの親衛隊がオフレのポスターをあちこちにペタペタ貼るわ。さすがグラドス超科学宇宙人。印刷精度とノリの成分が地球製より断然良いのにゃ。地球側はこっそり地球製 SPT ドールを地下で開発してたので、これをデビットが強奪。納金。計画性も戦略性もない男、これ相当な裏切り行為だにゃ。しかも開発時参考にしたと言われるドドールが横に置いてあるのがゲーコマ。知らんがな。監修の見守る中、ゴステロのダルジャンとデリットのドールの一騎打ちになるわ。なんやかやと無理やり盛り上げてくるわね。ドールは開発中なのでキャノピーなし。ゴステロが買収した兵士が狙撃するのにちょうどいい。上雑な。しかもシートベルトなしなので殴られると10メートルのコクピットからスポーン。アップな。シモーヌもスポコーン。ベーシックンみたいに言うなにゃ。うわ、これは死ぬ。どっこい割と平気。硬いのシモーヌ。そこに助けに入ったエイジも爆転げでレイズナーに登場。逆転一発万張りの身体能力。あ、3年前はあんなに高さとか気を使った演出をしていたのに。こんな感じで面白いは面白いけどリアリティと整合性は犬に食わせたみたいな話がレイズナーの後半戦なのよ。うわ、微妙ね。異形なんだけど同時期がホラゼータガンダムだし。あ、なるほど。片やうつうつとしたお話、片や気象転結がついた雑な世紀末 SPT 伝説。しかも結構きっちり面白いのよ。ロボットアニメが全部同じになるよりは違うものがいっぱいある方が良いわ。裾野が広いからこそ山の頂点は高くなるのよ。なんかいいこと風に言うな。ガンダムが人気あるからと
ガンダムみたいなのばっかりだと代わり映えしなくてシリンクしちゃうわ。 G ガンダムやシードが新しいファンを獲得したように、世紀末救世主 S ピッティもファンを獲得したと思うのよ。でも残念なことに、絶対の人気を誇ったロボットアニメもこの辺りから冬の時代、キッズの興味はファミコンに移っていくわ。長谷川シュバルツフント発売。マシーネンクリーガーのヒューマノイド型無人用撃機グローサーフント、その中央のシュバルツフントがそろそろ発売よ。だいぶファルスの主がコクーンデパージね。まずはこのパッケージのインパクト、これかっこいいわね。さすがの横山光先生、それもかっこいいわ。グローサーフントを宇宙っぽいポーズにしてバックパックつけるとこんなにグッとくるのか、といかっこよさよ。長谷川から2024年6月28日に発送なので、それから数日のうちに店頭に並ぶわ。予約してない人はそこでゲットよ。最近大物がバンバン出るわね。モデロイドがとんでもない量のマイナー IP を持ってきたり、久しぶりにバンダイがやる気を出したり、 Windows がお前の PC も次のアップデートに耐えないからって言ってきたり、最後のはうちだけの事情だ。財布が財布の手をなさず、レシート一時入れになっている状況。きついな。おい、そんな厳しい中、シュバルツフントが予想を超えてかっこいいわ。うわ、はあ、落ち着け落ち着け。今後の動画予定。ロボットのコクピット語り動画を作ろうとしているのだけど、台本作っては捨て作っては捨てなのよ。難しいの？切り口が多すぎるのよ。まずコクピットの場所、遠隔操縦型、乗り込み型、外骨格型、操縦人数、探査型、副座型、大人数型、地帯の確保方法、キャノピットによる直接視、モニタによる間接視、前提視モニタ、神経、網膜への投影、操縦方法、ボタン、スイッチ、レバー、操縦管、ハンドル、モーションプレス、自身が飛ぶに変定、自身のプレート。メカブチャンネル。そんなわけでメカブでは、日々メカの話題を追いかけています。最近は、動画作りながら、Amazon やネットフリー、Hulu 見てます。もうアップデートできない古い PC でも、動画見ながら台本作れるの？動画は Fire Stick TV でテレビで見てるわ。あれは便利よ。あ、うちの動画も 15% ぐらいは、テレビで見られているっていうものね。古いシード見てたら、いろいろ発見あったわ。シード意外と好きよね。シードとか、ルルジとかは、私ゲームが先だから、複雑な思いがあるのよ。あ、スパロボの。そしてファブルも見てるわ。面白いわね。高橋監督だし。ギリギリメカブ要素ある、かな？そろそろ締めるのにゃ。せーの。ジークメカブチャンネル。メカブでは部員募集中。チャンネル登録、拡散、メンバーシップ本当にありがとうございます。コメント、拡散、大感謝、目指せ。メカ部員1億2000万人。よかったら他の動画も見てってね。では次のメカブの時間、メカブチャンネルで。メカブチャンネルで。